今、ようやく擁立する方針固めたっていうことは、要するに候補者選び、候補者選定に相当苦労して、苦し紛れに出してきたんだろうなということが伺えるんですよ。もう参議院選挙っていうのはきちんと3年3年のインターバルで行われるものですからね。まあ7月の10日もしくは3日の日に投開票日が設定されるだろうということは、もう計算すればすぐ出てくる話ですからね。今頃候補者決めたんじゃないかいみたいなね、まあそういう状況になる。で、何が言いたいのかっていうとですね、もちろんここにあるように元長野県知事ですよね、2期8年勤めたんだけども、要するに田中さんが長野県知事時代に何をやったのか、ね、そのあたりの検証をきちんとね、長野県で行えれば擁立なんてとてもじゃないけどできるような、私は相談ではなかったんじゃないかなと思いますよね。そうですか。で、それはどういうことかっていうと、例えばまあそんな時間がないんで1点だけ申し上げるとするならばね、例えば公共事業投資、一時期はブームになって公共事業投資イコール悪だということもあって、もうバッサ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 削っていったわけ。あの脱ダム宣言とかね、でやって、で結果的に何が起こったのかというと、要するに県内の長野県内の建設土木業者がもう仕事がやっていけないっていうことで、どんどんその整理縮小、あるいは事業を畳む会社を倒産させるっていうのことが続出しちゃったわけなんですよ。で、その結果何が起こっているのかというと、例えばなんか自然災害が起こった時のその復旧復興作業、これは全く進まないという状況になった。あるいは県内のですね、交通網を整備しようとしても、要するに県下の業者がもうそれを受注できないようなね、しきれないような状況になっている。で、生き残りを図っているところは何をやったのかっていうと、長野県を出して、要するに他、例えば名古屋であるとか東京であるとか、そういったところでね、工事を受け負って事業を継続させる。だからもう長野県なんか戻らないっていうね。今長野県の今そういった建設土木事業といったらいいんですかね、一体どういう状況になってるのか、とんでもなく悲惨な状況になってるわけ。そこまで空洞化といいますか、空洞化進んでるわけなんですね。だから工事したくてもできないっていう状況になってるわけですよ。そういった、要するに、ただ単純にね、まあおそらく、正義感に燃えてやったんでしょう。正しい道だと思ってやったんでしょう。ただ素人がやはりその中長期的な展望をその見据えないまま適当にやっておくと、こんなことになっちゃうんだよ。今ね、長野県民は相当恨み骨髄なんだよ、田中さんに対して。そうまでですか。そんな人をなぜ立てるんですかと。よかった工事前でね、これだけ批判するっていうのは、ね、そうですよね。だからちょっとね、まあ、僕は大阪維新頑張ってほしいなと思うんだけども、その傘下の東京維新どうなのかなとは思いますよね。まあ、長野県を辞めてなんか信州県にしようとかね、そういうああいう一連のあの政策がちょっとよく分かんない。ただおそらくね、顔と名前が一致して有名人だから、人気があるからっていうことだけで選んだんだろうなと僕は思う。そうですか。政策がないと思うな。そうですか。で、ね、やっぱりね、東京というところはその知名度がなければダメだって言われてるじゃないですか。確かに田中康夫さんは知名度はあるけれど、でもね、やっぱりね、東京って大体1年で1年、人口の4分の1ぐらいが入れ替わるっていう新しいところなんですよね。新しいとか常に新しい人が入ってくるところ、そうするとね、田中さんはやっぱりちょっと終わった感がある、残念ながら。政治家として旬の人っていうイメージはないですね。まあ、そういう意味でそれほど私はすごく強い候補というふうに思えないけれど、まあ、今まさしく須田さんおっしゃられたように、大阪維新もやっぱりこの膝元の大阪のね、候補もそうですけれども、やっぱり球がないんですね、まあ、俗にない言い方をすると、これは政党としては大変やっぱり残念なところで、だから大阪とか近畿のね、まあ、県内でもなかなかちょっとこう人材を擁立しき、まあそのね、しきれない、あるいはこう育成がね、まだまだ十分でないというところは大変残念だなというふうに、私もね、まあ、頑張ってほしいと思っている部分もありますからね、ちょっと残念だなというふうに思いますよね。それとね、やっぱり田中康夫さんは、関西で、まあ、選挙、今までね、国会議員としての選挙を戦ってこられたんですよね。尼崎かどうかですよね、選挙区が、まあ、大変難しいところ、で特に田中康夫さんのやっぱりキャラだと、
なかなか難しいのかなっていうふうにも思うわけです、うん、でもやっぱりかつて勢いがあった時はそれでも選挙に勝てたんですよ、はいはいはい、でやっぱりねこの落選したっていうことも含めて、うん、まあその田中康夫っていうネームバリューがやっぱちょっとまあそういう意味ではもう政治家としてどうなのかっていう感じがある、うん、はははで、もともとあんまり関西で受けそうなキャラではないからまあ阪神大震災の時はなんかもね、ボランティアでそう、あの時はすごくね、活動されたんですけど、もうあれから20年ですからね、で、その後その長野県知事をおやりになったという時からももうだいぶ時間経ちましたし、で、今おっしゃられたようなね、ことで、まあみんなの考え方もちょっと変わってきたっていうところもありますからね、まあそういう意味では本当に苦しい懐事情なんですね、そういう意味でその大阪維新がそれから田中さんも、だってもともと考え方違うでしょ、大阪維新と、うん、全然僕も極端な反原発でしょ、それでそうですよ、ね、あと田中さんが田中さんが、まあ橋本さん、まあ、異性化引退された橋本さん、うん、確か維新政治塾って維新の党で作られましたよね、あそこからは残念ながらじゃあその若い世代とか人材とかっていう人が、まあうう、まあ、参議院議員を出すというのはちょっとやっぱり難しいんでしょうね、地方議員からっていう感じだと思いますから、巣立つところにはまだ行ってないんでしょうかね、田中康夫さんについてですけども、視聴者の方から早速メッセージがいただきました、有本様、須田様、長野県民として田中氏をほとんど評価していませんそうなのよ、長野県民の本当これ偽らざる心境だよ、まあ、地元の方が直接こうおっしゃられるとね、そうなんですか、結構オブラートに包んだ表現だね、これ。あ、そうですか、上品な言い方、そうですか、まあね、まあだいぶじゃあ煮えくり返ってる方も、要するにぐしゃぐしゃにして東京に帰ったやつっていう、あ、後始末をせずに、ね、さあね、ただそうなるとね、大阪維新どうなんでしょうか、かなり厳しい戦いが待ってるのかもしれませんが、やっぱりね、このまあ東京から出られるっていうことを田中さん自身もいろいろ考えたんだと思います、っていうのは東京以外にもないんですよ、勝てそうなところということですかね、つまりその東京ってのはそうは言っても、やっぱりそのなんていうかな、さっきのね、須田さんがおっしゃられたような、はい、その長野がね、もう地域の要するにゼネコンやなんかぐちゃぐちゃになっちゃってるって、これは長野に限らず結構全国的な状況ではあるんですよ、で地方が疲弊していて、地方というのはやっぱり今まで何で経済を回してきたかっていうと、どうしてもその土木、建設業というのかな、それがまあ公共事業を含めたいろんなことをやるということがもう大きな、一つの、要素になっていた、これがみんなダメですからね、でそういう意味じゃ関西だって一緒なんですよ、だから地方で田中さん絶対勝てない、だから東京に戻るしかないと思ったんでしょうね、その時空きがありそうだったのが多分大阪維新だって、こういうことだと思うんだけれども、だってそうじゃなかったら政策全然合わないですし、経済に対する考え方だって大阪維新っていうのはどちらかというとかなり新自由主義的なところでしょ、田中さん全然違いますからね、だからそういう意味でも全く合わないんだけれども、ということだと思う、でもそれではやっぱり無理ですよ、なんか滑り止めの受験校選びみたいなニュアンスになってきましたね、申し訳ないですけど、あそこなら受かりそうだとかね、そういうのはちょっとね、いかがなもんなんでしょうかね。